この間久々に YouTube ライブやったの。久々に YouTube ライブやったらなんか OBS バグっちゃって、設定がねぐちゃぐちゃになっちゃったの。ちょっと待って、私明るくなろう。待ってて、一から全部やり直してさ、大変だったんだよ。こう、あ、なんか白く、白い、あれ白違う、そういう方向じゃなくて、白くなっちゃう。どうしよう、みんなどうしよう。この世に存在しない人間に、どうしよう。こっちか、こっち、こっちなのか。あ、こっち白いな。もうちょっと、霊体にならないで。こんぐらい、こんぐらい、そう、消えかかってた。いや、難しいんだよ。そう、正直なこと言うと、初期設定全部事務所に任せてたから、全部消えて、昨日さ、猛烈に OBS について勉強したのね。で、一生懸命自分なりにやったの。から、ちょっと不具合があるかもしれないんだけど、顕微クオリティだなって思って。頑張った位置から。合ってるかな？色薄いけど。まあまあいいか。すごい頑張ったの。本当は昨日もやりたかったんだけど、もう、設定でわちゃわちゃ。なんならね、夜、夜鍋してやった昨日。昨日の3時、夜中の3時ぐらいまで。いや、OBS が難しいのが悪いよ、これ。私じゃない。で、こそ、この間の YouTube ライブもさ、4人でマーダーミステリーやったんだけど、みんなね、バグってたのね。あれはもう OBS が悪い。だって4人、賢い人たちだよ。賢い4人がダメってことも OBS がダメじゃん。でも OBS が難しすぎるんだ。そうだ、人類には早すぎたんだ。と私は思ってるよ。みんなに分かりよいものをやってます。私だけのせいじゃない。OBS がダメ。え？ OBS 批判？いや違う、あのね、批判するってどういうことだと思う？批判するってことは、期待してるってことなの。嫌いとかじゃ、もう、私 OBS 愛してる。愛してるの。もう、愛してやまないし、夢に見ない日はないぐらいも大好きなんだけど、ただ、設定がややこい。愛してるがゆえに、言っちゃう。お前はもっと上に行けるって。可能性があるのになんでそんな難しいんだって。わかる？愛だよ、愛。愛に満ち溢れてる、それ。OBS 大好き。あ、そう！ね、あれ？そうだ、ごめん、そうだ、ごめん、みんなに言い忘れたんだけど、設定下手くそで、今日フォローしてもらうと、2つ出ます。トゲピーが。ごめん、そうだった。伝え忘れた。うまくいかなくて。なんだっけ、サブスクセンキューみたいなやつも、2つ出ます。あ、全部2つ。あ、でも、あ、ギフト系はちょっと設定できてないかもしれないけど、サブスクセンキューとフォロワーと二重に出ちゃう。あ、OBS のせい。そう、これは OBS のせいだね。これもう、なんか2つ出ちゃうんだよね。どうしよう。しかも、2つ気持ちよく同時に出ればよかったけど、ちょっと気持ち悪く、ニョロニョロンって。今ちょっとずれてた。あ、2つ出るやだ。ごめん。気持ち悪いね。同時出すならまだいいんだけど、ちょっとずれて。サブスクありがとう、ね、サブスクありがとう。そうですね。これからもよろしくね。これからもよろしくね。ごめん。ほんとにごめん。ちょっと今日ね、なんか2個出ちゃう。ごめん。ね、うまくいかなかったの。ちょ、頑張ったの。頑張ったらこれなのね。あ、そうだね。5000人記念って。そうね。5000人突破記念でちょっと2倍にしてます。ちょ、こっちやばいな、だいぶ。はぁ、じゃあやっていくか。お得、あ、そうね、今日お得かもしれない。二重なの。お得な2倍キャンペーン。終わりました。